機動車。機動車とはエンジンを搭載した列車の車両のことで、人員、荷物もしくは貨物を積載する空間を有し、運転に必要な動力源として、内燃機関や蒸気機関などの熱機関を搭載してじ、走る、鉄道車両である。現在の機動車は、動力として一般に、内燃機関の中でも、熱効率と安全性に優れるディーゼルエンジンが、用いられている。 そのため、日本では、ディーゼル動車、または、ディーゼルカー、ディーゼルカー、DC、機車などとも呼ばれる。対して、欧州では、動力分散方式の車両を、マルチプルユニットと呼ぶことから、機動車を、ダム、ディーゼルマルチプルユニットと称する。また、レールカー、レイルカーとも呼ばれる。以下、突起ない限り、主に、日本国内の事情に基づいて記す。 電車と同様に、動力分散方式の鉄道車両に分類される。一両ごと二乗機もしくは、内燃機関を搭載し、単独、または複数両の車両で運行される。複数両の車両を連ねる場合には、かつては、動力車一両ごとに運転手が乗務して、それぞれの車両を操作していたが、現在では、先頭車の運転台から一括して制御する。 総括制御方式が一般化している。機動車の構造はその種類により異なる。このほか動力を持たない機動車として付随車、機動付随車と制御車、機動制御車があり、動力を持つ機動車と共に使用される。詳細は、機動車、ディーゼル機関車の動力伝達方式の項を参照。車体は、床下に仮装されるエンジンと変速機、 燃料などの重量や同様に対応するため、大枠強度を上げてあること、車音、吸音に配慮されていること以外には、一般的な客車や電車と大きく変わるとろはない。出力面での制約を補うため、外して軽量化への思考が強い。日本国内では、古い時代の基準で、ホームの高さが低いままの地方選区での使用が多く、 上降口にステップを備えている車両が多い。現在営業運行に供されている日本の機動車では、ディーゼルエンジン以外の熱機関を搭載したものは、皆無である。過去においては、明治時代末期から戦後間もない頃までは、上気動車があったほか、大正時代から1950年代までは、ガソリンエンジンを動力とする、ガソリン動車、ガソリンカーともも損したが、いずれも経済性。 安全性などの面から捨てれた。なお、ガソリン動車は、戦後すぐに置き換えが進み、日本においては1969年のバンダイ、急行電鉄廃止に伴い営業用車用は、全廃されている。ガソリンカー廃止のきっかけとなった事件については、西成線列車脱線火災事故を参照。またガスタービンエンジンを搭載した、タービン動車、ターボトレインとも、も研究され、 1960年代以降、アメリカ、カナダ、フランス、革命前のイラン、フランスより輸入などで実用化れたが、日本では燃費の悪さと感高い騒音、故障の頻発が嫌われ、さらにオイルショックにも見舞われたため、キハ07901、キハ391から1の2両が試作されたのみで、実用化されなかった。日本国外では、 マイクロガスタービンを使用した新世代ガスタービンマイナスエレクトリック式起動車が開発されつつある。なお、歴史的に見ると、日本における起動車用ディーゼル機関は4ストローク式が主流で、かつての私鉄における少数の例外を除き2ストローク式の採用例はほとんど見られない。現在営業運行に供されている日本の起動車では、 車体床下台車間に機関を搭載している。過去においても、機関の搭載場所は、床下が主流であったが、初期には単単式機動車のように自動車に習って、車両単に機関を搭載した車両も多く、車体内床上に搭載した車両、キハ六36,450系屋台に搭載した車両、長戸鉄道キコハ10も少数ながら存在した。サハリンの鉄道向けに、 日本で製造された車両も現闘機のメンテナンス性の観点からか車体以内に機関を搭載ししている。現代のディーゼル動車では軽油が用いられている。また、一部の鉄道会社においてバイオディーゼル燃料が試験的に導入されている。ガソリン動車はガソリンを使用していた。戦争の影響による石油の不足により、石油燃料に統制が敷かれていた1940年代には、 ガソリン機関を、終戦後は、ディーゼル機関も改造して、木炭ガスや天然ガスを燃料に使用した例もある。蒸気動車は、蒸気機関車と同様、石炭を使用しており、機関助手の乗務による、投炭作業を用した。直接的な運転経費では、動力費や保守整備費用で電車に劣る反面、発電所、変電所、河川など車両を動かすための電力系統の、 地上設備は不要である。輸送量が小さい路線において運用される場合、総合的に見ると、経済的で環境負荷も少ない。こうした特徴を利点として、東京横浜電鉄、現在の東京急行電鉄と横線のように、電化線において変電所強化なしで、列車増発を実施する目的で、機動車を採用する事例が存在した。 編成として機能する特急型を除き、機動車は多くの場合一両ごとでの単独運転、単行が可能である。かつて、日本国有鉄道、国鉄の機動車は、特急系車両を除いて、制御段数、制御信号及びブレーキシステムが統一、もしくは、新旧互換化されており、急行系、通勤型を問わず、すべての車両で連結。 総括制御運転が可能であった。そのため、国鉄型の機動車を使用した列車には、一般用の機ハ40系と急行用の機五58系の混成編成など、異なる形式による編成も少なくなかった。しかし、整備や車両運用の効率化を追求し、互換性を過度に重視したシステムは、車両性能の進化を束縛することにもつながっていた。 JR への移行後はその傾向が弱まり、ようやく走行性能面での近代化が進展することになった。また、電化設備の有無や変電所容量などの影響を受けずに走行が可能であるため、運用面でも柔軟性が高い。しかし、実際には、機動車の運転免許、公主内燃車運転免許を有する、動力車操縦者、天使、乗務員が必要となることや、 自動列車保安装置の互換性などから、営業用の機動車が通常運行されていない区間に、臨時列車として入線することは少なくなっている。他方、電化区間と非電化区間が混在する地域で、機動性を求められる、事業用車、イースト ID などでの採用例は、機動車の柔軟性を生かしたものと言える。その他、電隔区間でも換算化が著しい場合、普通列車には、 編成単位の大きくなる電車でなく、小単位運用の可能な機動車を、近傍の非電化路線との共通運用によって、代用する例もある。得意な例として、千石線の陸前尾野駅、山本駅、石巻駅間は、東日本大震災の津波で、電化設備の故障のため、2015年5月30日の完全復旧まで機動車を用いていた。 戦績線の完全復旧と共に開通した戦績東北ラインでは、電化方式が異なる戦績線と東北本線との連絡線が未電化のため、新たに用意されたハイブリッド機動車 HBE210 系が使用されている。なお、車両の動作メカニズム上、ディーゼルカーは停電などの非常時にも容易に運行可能と思われることがある。だが、現在の日本の鉄道の場合、 実際には、非電化路線でも、信号機、閉塞、ATS-CTC、駅舎内照明、踏切など様々な地上側設備に電力が使用されていることから、停電になった場合にはこれら地上側設備用の予備の電源経過、停電時にも使用可能な代替の閉塞方式が確保されていなければ、安全確保の都合上運行することは不可能である。すなわち、 構造上自走は可能であるが、保安設備が動かせないので、運行自体は不能なる。自動車で言えば信号がつかずに、一般道を走る状態に相当する。電動機に比べると、内燃機関の出力重量比が小さく、性能面で不利な傾向がある。この点は、国鉄時代に顕著であり、例えばキハ58型で、自長38トン。 360PS イコール2 7 0ットであるのに対し、117軽電車も、8 117型は、時長44トンで4 8 0ットであった。国鉄分割民営開港の車両では、キハ283系が一両平均時長42トン、710PS イコール5 3 0ットであるなど、性能差は縮まっている。 内燃機関一般の特徴として常用域でのトルク変動が少なく出力が回転数にほぼ比例して上がり高回転域で最大出力に到達するという点がある。この特性を生かすためには多段変速機を用いてエンジンが最大出力を発揮している領域を使う必要がある。また燃料の供給を調節することでほぼ任意の出力領域で 部分不荷運転に対応できる。すなわち、おおむねどの速度域でも連続立行が可能となる。他方で、内燃機関は、過負荷、過回転への耐性が低く、設計最高値を超える範囲での使用は、オーバーヒートや焼き付きを発生させ、最終的には、エンジンブローを招くため不可能である。負荷や回転数が許容範囲内にあっても、 部品寸法の交差や組み付け不良による不具合発生のリスクは電動機より高くなる。電動機で一般的に見られる短時間定格運転の許容幅は極めて小さいか許されていない。このため電動機で常用される連続定格を超えた出力での運転が困難である。また、同様に高速状態からの起動ができない。自動車の運転方法を見れば明らかなように エンジンは常に一定、アイドリング以上の回転数で稼働していなければ、ならない。エンジンを停止した状態でギアを噛み合わせ、その後エンジンを起動することは実用上不可能である。そのため、クラッチ機構が必要である。現代の日本の車両では起動トルクの確保と、半クラッチ制御を要しない点から、変速機の一段目は全てトルクコンバーターを、介している。このため、起動加速力は、 電車より大きいことが多い。よって、ということが言える国鉄時代の機動車が重度であったことも、概ね蒸気の内容で説明される。すなわち一つには、絶対的な出力不足であり、もう一つは変字化二眼の変速機しか持たなかったことが原因である。上述の通り、変速機の低速側は軌道用のトルクコンバーター弾であることは変えられない。 直結弾はエンジンの最大回転数、最高馬力付近と車両の最高速度によって比較的高速ギアに固定されてしまう。従って直結弾に移ると途端にトルクが低下し満足に加速しない、上り坂になれば速度が低下し変速弾まで落とさなければ維持できないということが埋まっていたのである。これは自動車において1速と4速しか使えない場合と、1、2、 三予測のすべてが使える場合の走り方をイメージすればわかりやすい。日本の非電化鉄道路線では、1872年、明治5年の鉄道創業から、長らく蒸気機関車が牽引する客車列車を主力としていた。運転経費の低減とフリークエンシー工場に効果のある自走式車両の発も試みられ、1905年に蒸気機関を搭載して自走する。 上機動車が出現したが、1910年代までに限られた量数が製造されたのみで一般化はしなかった。その後、1921年にはガソリンエンジン動力のガソリンカーが営業運転を開始、列車本数頻発や運行コスト低減のメリットから1930年代には国鉄、私鉄を通じて広く普及した。ディーゼルエンジン動力のディーゼルカーは 日本では1928年に出現したが、エンジン技術の未発達から戦前にはほとんど普及しなかった。1937年の日中戦争勃発以降、ガソリン不足によって内燃動車の申請及び運行が年々困難となった。さらに1940年に発生した西成線、列車脱線火災事故により、ガソリンカーの火災危険性が指摘された。 これに伴い、ディーゼルカーへの転換が図られることになるが、同時期、戦時体制による燃料そのものの欠乏から、太平洋戦争中及び終戦直後にかけ、内燃動車の運行自体が一時衰退する。1950年以降、ディーゼルエンジン技術と燃料供給が改善されると、戦前のガソリンカーに代わって、ディーゼルカーが流星を極めることになった。 特に1953年の液体式変速機実用化は、機動車による長大編成蘇生を可能とし、国鉄での著しい機動車普及の原動力となった。蒸気機関車牽引列車に比して優れた居住性と走行性能を活かし、機動車による準急急行列車が出現、さらに1960年には特急列車も登場した。 戦後しばらくの間、国鉄線は主要幹線でも電化率が低かったこともあって、機動車は全国で後半に用いられるに至った。1970年代までには5000両を超える大量の機動車増備が図られ、日本国有鉄道は世界最多の機動車保有数を誇った時期もあった。しかし、同時期に主要幹線の電化が進展したことで、 機動車の地位は徐々に後退する。一方で、極端な車両標準化施策及び労使関係の悪化により、機動車技術の発達も停滞した。1980年代以降、第3セクター鉄道向け軽量機動車の開発や、新型エンジンの出現、電子制御式多段変速機の実用化などの技術改良から、性能は大きく改善されたが、数を減らしつつあり、 運用路線は、主として、地方の秘伝各幹線とローカル線に限定されるようになっている。現在、JR 各社では幹線、ローカル線を中心に運用され、秘伝各間は、機動車の独断上である。客車列車はすでに定期運用から、完全撤退しており、イベント用として、ごくわずかに残存しているにすない。機動車に客車を連結して運転することも可能であり、 分割ミニエーカー後も、北海道の夜行列車で例があったが、現在では、旅客列車では見られない。国鉄継承の旧型車両から、JR 移行後申請の車両まで、多彩な形式が存在する。なお、国鉄時代には、機動車の荷物車、郵便車も存在したが、JR 移行後は、少数の事業用車両を除いて、ほとんどが旅客車である。 エンジンの高出力化と変速機の性能改善は、著しく進展した。21世紀初頭の現在では、11から15リッタークラスの直列6気筒エンジンで定格 460PS を発生する例もあり、各社が申請する2機エンジン搭載型機動車、多くは特急列車用は、電車と遜色ない走行性能水準に到達した。北海道旅客鉄道、 JR 北海道の通勤系機動車キハ201系のように電車と並結して協調運転を行う機能を備えた機動車も出現した。車体を傾斜させることによりカーブを高速で通過できる機能を持った車体傾斜車,車用はかつてはエンジントルクの反作用で車体がエンジンの回転方向の反対方向に傾くことや プロペラシャフトの伸縮の制約などから機動車では不可能と見られていた。だが、1989年に試作車が製作され、翌1990年より量産が開始された JR 四国2000系機動車によってエンジンの二気搭載によるエンジントルクの反作用操作やスプラインに代わるボール式伸縮機構の採用によりそれらの問題を克服した。 制御付き自然振り子式機動車最大傾斜角6度の高性能機車 JR 北海道機派283系機動車が実用化された。以降多くの車体傾斜式の機動車が各社で営業投入され、曲線区間の多い非電化幹線での大幅な高速化に寄与している。また、JR 東日本では日本初の営業用のハイブリッド機動車である機 E200 型を開発し、 運行を開始している。その後、当車両で開発されたシステムを HBE300 系や HBE210 系でも使用していい。また、キハ160系も ITT の導入に向けて試験走行が行われ、開発された技術を取り入れた車両として JR 北海道キハ285系が製作された。しかし JR 北海道管内で 不祥事が続発する中で現状としては安全対策と新幹線の開業準備に限られた人、時間、資金等を優先的に投入する必要があると判断コストとメンテナンスの両面から過大な仕様であること速度向上よりも安全対策を優先すること従来形式での車両形式の統一によって予備車共通化による全体量数の抑制と 危機器共通によるメンテナンス性の向上が図られることとして、試作者落成直前の2014年9月10日に開発の中止が発表された。なお、2017年5月1日に運行開始した、クルーズトレイン e 0 0 1 k a d c 方式新台車、トレインスイート四季島において、化区間では、河川終電、非化区間では、 エンジン発電機の電力でモーターを動する、かつての電気式機動車と同じという方式を導入し、2017年から2020年にかけて電気式機動車を新潟、秋田地区に導入することが決まっており、JR 北海道の既存の液体式機動車を置き換えるために、JR 東日本で導入される電気式機動車と同型の試作車、量産専攻車を製作し、 走行試験等による、陶器の検証を2年行った上で、2019年、平成31年度以降に量産車の製造を予定している。一方、第3セクター鉄道や、地方の非電化施鉄、また、JR 各社では、従来の国鉄型機動車よりも小型軽量で製造、運用コストの低い標準規格化車両が多く、導入されている。これらについては、 レールバスと呼ばれることもある。富士重工業の LE か LEDC シリーズ、新潟鉄工車の NDC シリーズの車両が該当したが、1980年代から1990年代にかけて製造されたバスのような外観の車両は1990年代後半以降廃れ、本来の鉄道車両的な構造へと回帰しつつある。高性能レールバスが出現すると、 一部私鉄では、電気鉄道でありながら、機動車を運用する方が、低コストと判断し、機動車運行に転換する例も出現した。さらに現在では、道路と鉄道線路の両方を走ることが可能な、鉄道車両とバスを兼ねる車両の研究開発も、JR 北海道などを中心に進んでいたが、JR 北海道での開発中止により2017年2月時点では、 赤い岩鉄道のみが導入予定を検討している。これについては、デュアルモードビークル、DMV を参照のこと。かつては、日本の主要な鉄道車両メーカーのほとんどが、機動車製造を手掛けていたが、1960年代以来、大手メーカーは、電車製造に重点を置くようになり、メーカーの河川化が進んだ。1970年代以降、日本における機動車の大多数は、 客車ともども、新潟鉄工所と富士重工業の2社で製造されるようになっていた。しかし、2002年に新潟鉄工所が経営破綻し、さらに富士重工業も鉄道車両製造事業からの実質的撤退を発表した。その後、石川島張間重工業、現愛 HI が新潟鉄工所の当該部門へ出資したことによ。 新潟トランシス株式会社が設立され、上記2社の鉄道車両製造事業の一部を承継した。現在、新潟トランシスの機動車分野における日本国内シェアは約8割に達する河川状態である。その他のメーカーでは日本車両製造が近年、機動車製造に力を入れていて、1970年代以降、製造車両が少なかった施設においても、 納入例が増加しており、また、近畿車両も2012年に、機動車の製造に再参入することが発表されている。なお、自身が機動車申請能力を持つ、鉄道事業者は、国鉄分割民営開港 JR 北海道、苗穂工場と JR 西日本、後藤総合車両所のみとなっている。昨今では、ディーゼルエンジンの環境に対する悪影響、 大気汚染や酸性雨、地球温暖化が強く指摘され、起動車やディーゼル機関車のエンジンにも、環境対策を施す例が見られるようになった。自動車や建設機械、農業機械においては、自動車排出ガス規制や、自動車から排出される窒素酸化物及び、粒子状物質の特定地域における総量の削減、等に関する特別措置法、ディーゼル車規制条例、 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律などで法的な規制があり2005年平成17年4月に中央環境審議会今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について8次答申では2009年よりディーゼル自動車排出ガスを低減する方針ポスト新長期規制クリーンディーゼルが決まり当時としては世界最高水準の 排ガス規制に適応している、d e f n e ール e n v g o j p スラッシュ p o l i c y スラッシュ k n ihon 計画、プラン、県とチーム、チームレニ、ref。2014年時点では、機動車やディーゼル機関車などの鉄道車両に対する法的な排ガス規制はないが、エンジンの直噴化、ユニットインジェクターやコモンレールと、 電子制御インジェクターの組み合わせによる超高圧、多段燃料噴射の導入、自動車用エンジンで培われた熱効率工場など、機関の改良が行われている。また、DPF 取付や尿素、SCR システムによる排気ガス浄化、燃料のバイオディーゼへの移行といった環境対策技術も導入されつつあり、変速、駆動系の改良も進んでいる。一部では、 ハイブリッド自動車と同じくエンジンの回転エネルギーや走行時の運動エネルギーを電気エネルギーに変換して蓄電池や電動機と組み合わせた方式も実用化されるようになった。ハイブリッド機関車、日本の電気式機動車電気式の将来、ハイブリッド機動車、新世代の電気式機動車を照らし、近年のパワーエレクトロニクス技術の向上により、 エンジンで発生した動力をそのまま使わずに、発電機や蓄電池、電動機と組み合わせた、電動化が進められている。JR 東日本では、海援性クルーズトレインに使われる e 0 0 1系トレーンスイート式島のように、非電区間をディーゼル駆動で発電する電車や、キハイ e 2 0 0系、h b e 2 1 0系、h b e 3 0 0系を例とした、 イブリッド車の導入も行われている。JR 北海道も、キハ40.4748型と置き換えるための電気式機動車を JR 東日本と共同で開発中であり、ディーゼルエンジンを発電機として稼働させる電動化が進んでいる。以上の例は、ディーゼルエンジンを非電化区間では作動させるが、近年の蓄電池容量の向上により、特定の条件、 電区間と非電区間を直通する列車で、非電区間を走行する距離が比較的短く、普通列車程度の速度の場合であれば、電区間で満充電した蓄電池を電源として、非電区間を運行する電車への置き換えも可能になっており、JR 東日本では EVE301 系や EVE801 系が導入され、JR 九州でも 同様に特定の路線で、蓄電池電車のベック819系を導入し、電車への置き換えが行われている。また、JR 北海道の自社単独で維持不可能な路線など、経営が厳しい鉄道事業者では、鉄路維持ができない事情に加えて、ディーゼルエンジンが環境面での改良により、環境面でも問題は軽減したことか、きめ細かなバスサービスの展開で、 ハード面のコストが少ない代替バスや循環バスコミュニティバスジャトルバスデマンドバスに転換することで鉄道運行でのコスト軽減や環境影響を軽減る面からバス代行の動きもある。国鉄及び JR 各社一部の第三セクター鉄道では機動車列車の列車番号は原則として末尾に D、ディーゼルが付けられる。楽しくご覧になりましたら 高読と良いです。クリックしてください。